衛星写真。写真の右側から左側にうねりながら流れるのは大道港、川の北岸にあるのが南浦市街。写真の左端にあるダムが再開公門南浦特別市は朝鮮民主主義人民共和国の西部にある都市。平壌の外交として重要な貿易港、工業都市である。市名は人南浦に由来する。1979年から2004年までは、 直轄市に位置づけられ、2004年以降は平安乱道に属する特急市となった。2010年に政府直轄の特別市になったという観測があり、愛官民国統一部も特別市への変更が行われたと発表しているが、特急市から特別市への変更が行われたかについて留保する見解もある。大道庫川口から3 9トル上流にある港湾都市。 北側は直轄市の平壌、南側は公海北道と接する、憎い季語群を管轄する、日露戦争時、満州に向かう途上で、南裏に上陸した日本軍理事朝鮮時代までは、小さな漁村に過ぎなかったが、1894年の日清戦争で日本軍の平坦基地となり、1897年、開港し、鉄道も敷設されて、急速に発展した。 1945年までは、陳、南浦と呼ばれ、平安南道に属した。1905年には、東関府の地方干所である、理事長が置かれた。日本による、韓国併合後の1913年には、不正が施行され、陳南浦府に位置づけられた。1979年12月、辰岡軍と台安市を編入して、直轄市に昇格し、平安南道から分離した。 2004年1月9日、行政区画の再編が行われて、南浦直轄市は廃止され、平安乱道に編入された。中心部は南浦特急市となり、郊外の区域は南浦から切り離されて軍となった。特急市は、道に属する行政区分であり、この名を持つ行政区分は、同国発である。2011年2月15日に、大韓民国統一部は、 南浦特別市への変更が行われたとの見解を発表した。この不死の出展再開公門日本統治時代から、平壌の外交として、朝鮮北部最大の貿易港であり、貿易額は、富山、新川に次ぐ第3位だった。また、精錬所をはじめ、ガラス、造船、化学工業が発達し、漁業も盛んだった。現在は、ガラス、機械、 有色金属類が中心となっている。市内の工業団地には、韓国統一協会系企業との合弁企業、平和自動車の工場があり、乗用車が生産されている。大道工の加工には、再開工門と呼ばれる巨大な加工ダムが建設されている。ダム湖内部は淡水化され、堤防上には、鉄道と道路が作られ対岸同士を結び、 南浦港に入る大型船が通るための港門も複数設置されている。堤防は治水と水運、交通のために建設されたもので、1980年代に朝鮮人民軍などを投入して大々的に工事が進められ、1986年に完成した。この巨大工事は、金正日の指導の賜物とされ、朝鮮中央放送のテレビニュースのバックにもしばしば、 登場している。ピョンヤンの海の玄関口として、海運、河川航路、鉄道、道路が発達し、北朝鮮の海外貿易の中心である。1998年に観光した、青年英雄道路が南浦とピョンヤンをつないでいる。南浦周辺には、新石器時代の巨石坊や高栗時代の壁画古墳、山城が残る。かつて、南浦直轄市に含まれていた、達岡郡、 構成群の壁画古墳は2004年に指定されたユネスコ世界遺産コークリ古墳群の一部を構成する。ユネスコの資料では以下の古墳が南浦地区に所在すると記載されており、これに従って南浦市に所在すると記載されることがあるが直轄市の解体により現在は市域外にある。第3版日本大百科全書デジタル大事典百科事典マイペディア 世界大百科事典第2班大辞林、南浦とは引くことバンクことバンク2018年8月24日閲覧小項目事典ブリタニカ国際大百科事典南北市とは引くことバンクことバンク2018年8月24日閲覧朝鮮行政区域変更に関する韓国統一部の発表について レファレンス共同データベース日本統治時代、陳南浦清廉所煙突は、高層建築物として年間に載っていた。社団法人、同盟通信社、自治年間、昭和14年版1938年、652ページ、統一グループ、北朝鮮と合弁の平和自動車から撤退。中央日報日本語版。 h t p h t p コロンススララッッシシュュジャパニーズドット j o n s c o m スラッシュアーティクルスラッシュ862スラッシュ163862ドット HTML2012 年11月27日閲覧。マップスコンプレックスオブコフジョトゥームズユネスコありがとうございます。